いきます。いきます。第16回いきます。今日はいろいろな場合の数というところで、場合の数っていう単元ですよ。うちで言うと、小5の芸のテキストで、1回やってるところです。どういうところかというと、何通りありますかとか、何通り考えられますかっていうようなジャンルね。小5の時やったのは、こういうふうにちゃんと樹形図書いて数えてねとか、表を書いて数えてねとか、いうことやったんやけど、例えば、今この ABCD を1列に並べる並べ方何通りあるかっていうのは、まあ答え24通りやねんけど、樹形図に書いたらブワーっていっぱいになるやんね。で、これはもう、並べてたら綺麗な形になるし、うまいこと計算式作ったら、さっとできるんちゃうかみたいなことで作り出された式が、この 4P4 とか、今この 4P2 って書いてる、公式なんやんか。で、今からその公式をちゃんと理解してもらうよということね。公式はもう覚えるのはもうカセ。公式覚えるのはあかんでっていうのはずっと言うてるやんか。ちゃんと理解した上で使ってねということで、今から理解してもらうために解説をしていきます。で、その上で01から06までやっていきたいなというとこです。OK ですか？まず、お伝えするのは、伝授するのは、この順列のパーミューテーションって言うんだけど、P っていう、この頭文字 P を使った、埋めた 4P4 っていうことやねんけど、この 4P4 って何やねん、いう説明からいきますね。例えば、A, B, C, D を1列に並べます。何通りの並べ方がありますかと。4つの、アルファベットの4つのものを、4つ並べますと。4つの中から4つ選んで並べますっていうのが、4P4 なんやか。これは、まあ、一番最初のポジション、2番目のポジション、3番目のポジション、4番目のポジションで考えて、整理していくと、1番目のポジションに行くのは、A か B か C か D の、まあ、4つ、どれかやで、と。で、1個が決まったら、次のポジションに行くのはもう3つしかないやんね。1個使ってしもてるわけやから。で、2つ決めてしもったら、3つ目のポジションに行くのはもう2つしかないよと。4つ中2つを使ってもらった、しもたんやから、残り2つしかないよ。じゃあ最後の1枠に行くのは1個って決まってくるよっていうのがこの樹形図やんね。それを式に表したのが、これですと。1のポジションに行くのは4通り考えられますよと。そうすると、その隣に行くのが、3通りですよと。もう1個5で使ってしまったからね。っていう感じで、1個ずつ数減らしてかけていきます。4つの中から4つ並べるとき、4から4つの1個ずつ下がっていった数字を掛け算すると出ますっていうものなんですか。例えばこういうとき、4つの ABCD4 つのうち2つを選んで並べる並べ方は何通りありますかって言われても、4P2 で出るんやんか。4つの中から2つ選んだときね。式で言うと 4×3 やねんけど、それは見たらわかるよね。1番に来るポジションは4通りですよ。それに対して、それぞれ、3つの2番目に来るポジションが決まります。みたいな感じで、4×3 で出せるわけ。だから、4から始まって、1個ずつ下がる2つの数をかけたらいいよと。いける？もし4つの中から3つを並べるんやったら 4P3 で 4×3×2 や。いける？ 6 個の中から4つ選びますって言われたら、6個の中から4つを並べます。何通りありますかって言われたら、6×5×4×3 で出るわけ。いける？これが P の使い方。いける？ 6 個の中から4つ選べたら 6P4 ってなって 6×5×4×3 や。計算はちょっとできへんで。そういう式になるよと。いうこと。いけた？とりあえずそれが今やったのがこの順列ってやつね。順番に並べますよ。何通りありますかっていうときは、この P を使って計算できます。ということね。続きまして、組み合わせ。コンビネーション。わからん。発音はわからん。コンビネーション C っていうのを使って、例えば4つの中から2つ選ぶ組み合わせは何通りありますかって言われたら 4C2 みたいな、公式を使うんやんか。4C2 とは 4×3÷2×1 だよ。みたいな意味やねんけど、これもなぜかを今から説明するので、ちゃんと理解してね。ちょっと一息やな。一気に行き過ぎた。5分、49秒、50秒、51秒。いきます。ABCD の中から2つを選んで、その組み合わせは何通りですかっていう問題なんか。これ、小5のテキストの時は、例えば4人の中から2人、委員会を、図書委員を決めます。何通りの組み合わせがありますかみたいな時に出てきた問題ね。この、まあ、4C2 っていうのは 4×3 して 2×1 で割るんやけど、これ何を言ってるかというと、もしこの問題だったらね、4人中2つを選びますって言われたら、一旦、こっちの順列で考えてみますよと。一旦、まあ、並び方を考えてみようということで、さっき言ったみたいに、4人の中から、4つの中から2つ選んだら、12通りができるんやんか。で、こっちの組み合わせっていうのは、A と B っていうのと B と A っていうのは一緒やんね。図書委員が、ジョージとアユっていうのと、図書委員がアユとジョージも一緒のことやもんね。だから、それに関してはもう1として考えるので、数えすぎてる分に関しては、割りますよって話なんやんか。分母に入れて割りますよ。じゃあこれで言うと、AB と BA、これ2回出てきてるよ。AC と CA、これも同じやつやから2回出てきてます。BD と DB もこれ一緒のことやから、2回、BD は2回出てきたということになって、全部2回出てきてるので、2で割りましょう。いうことで、一旦全部並べた後、重複した回数で割ります。みたいな。公式です。いけてる今のとこいけてるじゃあまあ、このかける1って何やねんって話やねんけど、例えばね、A, B, C, D, E のこの5つの中から3つを選ぼうという場合、まず一旦全部こっち側の感じで並べるんやんか。そうすると、5つの中から3つ選ぶわけやから、5P3 ということで、5×4×3 ということで、60通り。5個の中から3つ並べる並べ方は、60通りって出てくるんやけど、その中には当然重複してるやつがいっぱいあるので、じゃあ何個重複してるんかを考えようと。その何個重複してるんかを表してるのはこちらやんか。例えばね、この ABCDE の中から3つ選んだやつが ABC やった場合、ABC のこの3つの数でできる組み合わせ、並べ方は何通りあるかというと、ここに書いた通り、ABC、ACB、BAC、BCA、CAB、CBA の6通りなんやか。これは、あれやんね、3P3 で出るわけ。3×2×1 で、3×2×1 が6やんね。この6通りがありますよ。今、これを ABCDE の中から3つ選んで、順番に並べると、重複してるやつが6回出てますよ。すべての ACD とか BDE とかも全部6回ずつ出てるから、6で割ろうぜっていう風なことですよ。重複してる分に関しては、その、重複してる数の順列で割ろうっていうことやねんけど、まあ、結果、そういう考え方すると、めんどくさいので、こういう風に考えてもらったらいいかなと思うんやけど、5C3 の場合ね、5個の中から3つ選ぶ場合は、5から3つ、5、4、3。3から3つ、3、2、1。で、終わったら、何とりか出せますよ。言ってること分かった？どうしたどっか空いてるとこ。例えば、7個から7つ中、4つ、選ぶ。めちゃめちゃちっちゃい字で書けるように見えるかな。7つ中4つ選ぶって言われたら、7、4、4になんねんけど、これの計算方法としては、7から4つ、7、6、5、4。で、4から4つ、かけて、これを計算したら、7つ中4つ選ぶ組み合わせは、求まりますよということね。とにかく全部一旦並べた後、重複してる回数で割りましょうということです。当然、ここではもう約分にしてたりでうまいこと。で、これやったら、5×1=35か。みたいな感じで、出せますと。いうことですよ。いけた？ちょっと、長々と喋りました。うわ、11分も喋ってもうたわ。まだ例題も入ってませんやん。ということで、これとこれきっちり理解した上で、例題1、いってもらいたいなと思います。